もやっていきたいと思います。さあ、ってことでシーフードレストラン防波堤とやらに行こうか。かわいい受付に。シーフードレストラン防波堤にようこそいらっしゃいました。わ、すごい絵が綺麗やね。クラブ？向こう側は船や。なんか床には魚の絵が。働きよんか、あのポケモン。あのポケモンフレンドリーショップかなんかにもらんかった。すごいね。フレンドリーショップじゃないな。なんか別のやつ。アイナくん、君の勝利をお祝いしましょうか。あれ？あら、あなたも招かれたの？二人は知り合いかね。いいね。さあさあ、おかけになってくださいよ。まあ、あなたも招待されたのはこっちのセリフやけどね。変なところで対抗意識を燃やすアイナ。バウタウンは水産の町。やはり食べるなら現地で採れたものだね。すべてのメニューがデリシャスです。ところでマグノリア博士はお元気になされていますかな。博士にはお世話になりましたよ。願い星の秘めたパワーでポケモンを巨大化させるダイマックスバンドを作れたのも彼女の研究のおかげです。はあ、ダイマックスについてはまだ不明なことが多く不安もあると申していました。私が旅立つ時もパワースポット探しマシーンまで持たせたぐらいですから。何それ、パワースポット探しマシーン。それのおかげでパワースポットガラル粒子が発生し、ダイマックスを使える場所も判明したのですよ。なんか大丈夫、秘書の人顔が気を抜いてますね。だがマグノリア博士が不安を覚えるのは良くないね。私に何かできること。ソニア君、ナックルシティにある宝物庫に足を運ぶといいよ。私は歴史の中にダイマックスの秘密を紐解く鍵があると考えています。わかりました、見学の手配をしておきます。ですが委員長、そろそろお時間です。もう食べ終わったん？え？アイナ君の話を聞けていないのに。ふん、名残惜しいが仕方がないね。やるべきことはすぐにやらないと。それでは皆さん、ごきげんよう。え？話は？できてないんすか？はぁ、親切のつもりなのかな？確かに伝説を調べるには宝物庫は持ってこいだけどさ。水鉢をもらったんだよね。ルリナに勝つなんて大したものだよ。そっか、仲いいんやっけ。ご褒美の技マシーンあげる。技マシーン79、敵討ちを手に入れる。敵討ち。敵討ち、友達のってことかな。倒れた味方の敵を撃つ。前のターンに味方が倒されていると威力が上がる。ルリナは親友なんだ。ちょっと会っておくかな。じゃあね、ジミチャレンジャー。いつも思うけどスタイルいいよね。ローズ委員長がお忍びはいらっしゃいますが、バレてますね。まあ、外でも声かけられよったけんね。話しかけれないの、おじさんには。話しかけれないっぽい。ここから。ああ、ダメだね。この子は働くための子なのかな？ね。お前は今草バッジと水バッジを持っている。次の相手はエンジンシティ。炎のジムリーダー、カブさん。エンジンシティ？戻るの？え、おったところよね。カブさんについていいことを教えてやるぞ。なんとカブさん、第二鉱山で特訓しているらしいぜ。エンジンシティに戻ってもカブさんがいないからな。ジムチャレンジに向けて第二鉱山で特訓するぞ。おう、第二鉱山、こっちの方向でいいんすか。こっち向いていったよね今多分。あー、そっか、あっこを通るってことか。あ、釣りしよる。どう、釣れるようになった。ワイルドエリアでの釣りででかいポケモンが見えているとやるかやられるかって感じだな。おー、そっか、ワイルドエリアでも釣りができるのか。てか私釣り竿持ってるの。大事なものよね多分。え、いつの間に。最初から持っています。今初めて知ったよ釣り竿持ってるとか聞いてないよ。あ、おらんくなっとる。エールだ。第二鉱山、びっくりした。やめてよもう。なんかみんな多分持ってないポケモンたち。何、気持ち悪い。野生のカメテテが現れた。カメの手のことかな外見とは裏腹に食べると美味しい珍味ですね。これはどうやろ、スーパーボールならいけるんかな。とりあえず今回はモンスターボールじゃなくてスーパーボールを買ってきたけんさ、買えるようになっとったけん。お、いけそう。やったー、カメテテを捕まえた。イエーイ。カメテテのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。カメテテ二手ポケモン、
2匹が海辺の手頃な岩にくっついて暮らす。満潮時協力して餌を集める。多分亀の手よね。亀の手ってなんか美味しいって聞いたことあるけど、確か。そして可愛い野生のカラナクシが現れた。ちょっとラプラスがちっちゃくなって間抜けになった感じ。間抜けは余計です。よっしゃ、それじゃあモンスターボールもどうやろ使えるかな。びっくりした、ないんかと思った一瞬。さあ来い。弱らせたけんモンスターボールでいけるやろ。おっしゃー、やった、カラナクシを捕まえたと。これオスとメスで色が違うんじゃなかった？メスピンクじゃなかったっけ？あれはまた違うポケモンかな。よし、タンドンレベル12。そう、タンドンね、あの次炎タイプってことは水と岩、地面あたりが効くと思うけん、タンドンもちょっとレベル上げていきたいなと思って。珍しく用意周到ですね。カラナクシのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。カラナクシ、海牛ポケモン。餌で姿が変わるとも言われるが、正しいことはまだまだ分かっていないのだ。東の海、東の海、西の海で違うってこと？どういうことなんやろ。そして誰やった、ノコノコやったっけ？それはスーパーマリオです。ツボツボ。そっか、マリオの実況をしていたから。よし行こう、モンスターボール。さあ来いよ来いよ。おっしゃ来たー、やったー、ツボツボを捕まえた。やったね。おお、タンドンとクラブがレベルアップ。クラブレベル22、タンドンレベル14。タンドンもレベル20ぐらいまでは上げていきたいけど。ツボツボ発光ポケモン、虫岩タイプ。甲羅に木の実を蓄えている。襲われないように岩の下にこもってじっとしている。ツボツボ可愛いよね。アユナの可愛い基準がよくわかりません。あ、ってことはツボツボもちょっと使えそうな感じかな。次の、なになに、次のジムリーダーに。あなたですか、こっちのセリフよ。こんなところでも会うのか。なに、勝負？レベルの低い勝負をするとポケモンたちがかわいそうだよね。弱い人間の相手をする気分ではないのですよ。別に勝負しようとか言ってないよ。ですが同時に弱い人間は潰してあげるのも優しさですね。弱くないと思い込んでいるのなら僕に勝負を挑みますか？じゃあ挑むよ。委員長に選ばれた僕が負けるとかないんですよ。負けたやん。どんだけな。てかもう委員長に選ばれたっていうことしか強みがないやん。威勢のいい言葉とは裏腹に、すべて一撃で倒されるビートのポケモンたち。あなたがまあまあ頑張るから勝たせてあげようかなと思いまして。いつまでも強がるな。これは失礼、言葉を訂正しますよ。弱いではなくちょっと弱いでしたね。ですからジムチャレンジを勝ち上がることはないでしょうから、記念にこれをあげますけどね。何？おリーグカードもらった、ありがとう。くれるんや。さてと、次はどこで願い星を集めましょうかね。どんだけ願い星集めまくりよん。願い星に頼りすぎじゃない？お、なんかいっぱい出てきた。この子捕まえてない子じゃないかな。すごいびっくりした。可愛いんだか可愛くないんだかよくわからんオンバット。コウモリ系多いね。どやどやどや。はい、モンスターボール。どっちかといえば可愛い感じかな。さあ来い。よっしゃゲットー、ウォンバットを捕まえた。これはウォンバットってことかな。そのモチーフになった動物としては全く違うと思います。ウォンバットのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。オンバット、音波ポケモン。日が暮れると住みかの洞窟を離れて飛び回り、完熟の果物を超音波で探す。え、飛行ドラゴンやって。すげえ、かっこいい系に進化したりとかするんかな。いいね、いいね。よし、進もう。なんか落ち、ん？ポケモンが出てきた。あ、なんかモンスターボールみたいな振りしやがって、こいつ。
何それ、面白いな。スーパーボール、でけえ。なんかあんな感じの顔のキャラクター、あれやん、あのポケモリに出てくるさ、あの何やった、なんとかモーター、 OK モータースに出てくるさ、キャラクターに似てない顔あんな感じじゃないっけ。お、ラビフットレベル33、タンドンレベル17、いいねいいね、どんどんレベル上がってく。マッキョのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。マッキョ、トラップポケモン、ガラル、ガラルの姿？今までも出たんや。へえ、知らん。鉄分たっぷりに泥の中で生息していたため、頑丈な鋼の体に変化した。今までは違うんや。マッキョ、魚、水タイプやったってことかな、今までは。なるほど、なるほど。それが鋼タイプになったと。どうも。私のポケモン、元気があり余ってましてね。要するに、戦ってください。了解、いいよ。戦いましょう。作業員のつとむが勝負を仕掛けてきた。まあ、作業をすればいいと思うけどね。作業員。わー、めっちゃ熱そう。てか、超黒い。やば。姿が。何あれ、トロッコに乗っとるやん。ちょっと回復しとこう。とりあえず、傷薬使ってこーっと。はい、どうぞ、かじり亀。よし。ほら、トロッコになんか石炭乗せとる。よし、ここ水鉄砲でいけるやろ。水鉄砲、はい、一発やったね。よしよし。お、かじり亀レベル26、クラブレベル23。お、一匹だけやったんやね。負けに負けた。さすがにポケモンの元気もなくなった。まあ、おとなしくしておけということだ。お、ダークボール3個。夜や洞窟など暗いところでポケモンが捕まえやすくなるちょっと変わったボール。夜とかなるんかな？なんか今のところ別にって感じやけど。じゃ、この辺に避けていこう。もう捕まえたし。どうも。仕事に疲れたら勝負。鍛えた筋肉をお見せします。仕事に疲れたら休めよ。もっともである。作業員の匠が勝負を仕掛けてきた。仕事で疲れているらしいので、とっとと戦闘を終わらせてあげるあるな。仕事と勝負で使う筋肉は別なんです。じゃあまあ勝負用の筋肉は疲れてないってことか。よくわからん理屈。お！進化や進化。おや、タンドンの様子が。いいぞいいぞ。どんな感じになるんやろう。あ、タンドンの進化系がこれ。おめでとう、タンドンはトロッコンに進化した。なるほど。なんか顔とか見よったらさ、なんかゴローニャみたいな感じじゃない。トロッコンのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。トロッコン石炭ポケモン、体内で石炭を作り出す。昔のガラルでは落とした石炭を生活に利用した。お、岩に炎がプラスされた。いいね、いいね。トロッコも新しくニトロチャージを覚えたい。あれやん、ラビフットが使いよる技やん。これはもちろん覚えていこう。じゃあとりあえず煙幕を忘れて、ニトロチャージを覚えていく。いいね、新しくニトロチャージを覚えた。聞いた話なんですけど、同じ種類のポケモンでも強さは異なるんですってね。まあそうだろうね。アイナは粘りの鍵爪を見つけた。持たせると締め付ける、巻きつくなどダメージを与え続ける技の ターン数が増える。へえ、なんかいろんな道具があるね、面白い。お、何そのポケモン、魚。ちょっといいかな、君ジムチャレンジに参加してるよな、しているよな。いやーすごいですよね。ぜひお手合わせしてくださいよ。別にいいけど。よーいな。お、2対 2? ファンに囲まれてるのか。まるで兄貴みたいだぞ。どう見てもエールなんだろ、おい。ちょっとちょっと、お話中に何なんですか？まあまあまあ。俺はホップ、未来のチャンピオンだぞ。ナイスジョークです。笑えない以外は面白いね。面白くないにゃ。そうか。じゃあ勝負だ。
トレーナーなら笑顔になるぞ。負けてもそれは。あゆな、一緒に戦うぞ。いいよな。いいよ別に。チャンピオンに推薦された俺たちの強さ教えるぞ。仕方ないな。ジムチャレンジの厳しさを教えてあげるかな。なんか面倒なのが来たな。一人ずつ片付けたかったのに。まあまあまあ、うまくはいかないものだよ。エルダンの下っ端。2対2や、久々の。まっすぐまたフォクスライ。よっしゃ、行こう。頑張ってこう。何で行けばいいかな。まだウールなんやね。進化しないの、ウール。とりあえず変えてこうか。何がいい？ラビフット。あ、ラビフットかな。うんうん。久々にラビフット出してこう。一応、ちゃんと、技の効果抜群とか、あ、この入れ替えでも見えるんやね。今さら。今さらながら。いつものことである。あれやん、2匹ともなんか、目の周りが真っ黒。びっくりした、なんかと思った、腕が出てきた。よし、こっちも攻撃してくぞ。二度蹴りー。つぶらな瞳、絶対そんなんじゃないやん。ガララの姿じゃちょっと全然違うと思う。はい、二度蹴りー。よしよし、いいぞ。もうね、ラビフットはね、あの桁違いやけんね、レベルが。あ、ウールも二度蹴り覚えとん、マジで。ただ全然あれやね、違うね。効果抜群やけど、あの威力が。レパルダスって何？あ、かわいい。え、めっちゃいいやん。あの、なんか同じ怪盗っぽい感じでも女の怪盗って感じやね。かわいいよ。いいな。何かの進化系よね、きっと。欲しい。波動棒レベル29、トロッコンレベル19。お、いい感じ。ここも多分二度蹴りでいけるんじゃないかな。あ、めっちゃやられよりウール、大丈夫か。まあね、一匹だけじゃないやろうけど。効果抜群？お、じゃあ次のラビフットでいけるわけだね。あら、ヤンちゃんも急に可愛くなったね。急にただただ可愛くなったね。よっしゃ。おっとおっと、避けられたよ。あー、ウール傷薬とか使ってやれよ。おい、いや、それより早く入れ替えてあげてほしかった。ここはあれか、格闘系やけん飛行とかで行けばいいんかな。あー、来た来た、飛行。いいよいいよ、そのチョイス。よっしゃ、私はレパルダスに二度蹴りを。いけー、ラビフット二度蹴り。おっしゃー、お、耐えるやん。しかし、やっつけていく。あ、でも効果抜群じゃないんか。いや、抜群よね。さっき抜群やったもんね。お、いいぞいいぞ。あと一発ぐらいでいけるんじゃない？じゃあ私も飛行系に変えていこうかな。じゃあ私は波頭棒でいきます。でもその前にもうね、やっつけてしまいそうよね。はい、波頭棒。もうそれでやっつけれるやろ。おーっと、やっつけてない。やっつけてない、まさかの。あー、やられそう。耐えて、波頭棒。風起こし。お、ナイス。ナイス、青ガラス。いいねいいね。負けた俺たちもエールをもらえる。ホーンを使えたら勝てるチャンスがあった。そんなことは別にないんじゃないかな。
チャンピオンが兄貴、ダメ兄貴じゃないのが分かったぜ。エルダン、負けたらさっさと消える。おー、潔いね。さすがエラ、それでこそ俺のライバル。それにしても、カブさんどこにいるんだ？ほんとよ、その人探しに来たんじゃなかったっけ。よし、奥を探すぞ。おー、びっくりした。あれは、カジリガメか。これは、もう捕まえたカメの手のやつよね。あ、これ光った？あれ気のせいかな。なんか光った、あ、光ったよね。柔らかい砂。触るとサラサラする砂。待たせると地面タイプの技の威力が上がる。あ、こういう感じのアイテムめっちゃ多いね。いい感じ、いい感じ。どうも。スチームのパワーでどんなアイテムを吹き飛ばします。スチーム。鉄道員の司が勝負を仕掛けてきた。あ、そういうこと、スチーム。別に吹き飛ばされることもなく、順調に倒していくアイナ。なんというパワー、吹き飛ばされたのはこっちでした。まあ、しょうがないよ。昔、蒸気機関車が発明されて、ガラル地方の鉄道は発展したのです。お、技マシン49、砂地獄。激しく吹き荒れる砂嵐の中に4、5ターンの間、相手を閉じ込めて攻撃する。もうすぐ出口かな。もう、これにぶつかったらすごくめんどくさい。おう、どうした？あ、おったやん。エルダン、トレーニングお付き合いありがとう。だが、働くトロッコの邪魔は許されないことです。邪魔なんてとんでもない。トロッコンへのエールです。でも、ポケモン勝負でボロボロにやられちゃったから、エルダンは消えるのです。またやられとるやん。どんだけな。応援はいいけれど、邪魔はいけないからね。お、特訓中っすか。カブさん、かっこいいぞ。さすが炎のジムリーダー。君たちはダンデが推薦したホップにアイナだね。そう、君たちジムチャレンジャーと最高の勝負をするため、ギリギリまで鍛えているんだよ。炎タイプのポケモンで戦う僕にとって、水タイプがいる第二鉱山は修行にぴったりだ。鉱山やのに水タイプっていうのね。とはいえ、夜も遅い。第二鉱山を抜けて、まっすぐ進めばエンジンシティ。ホテルに戻り、ゆっくり休んでコンディションを整えなさい。あ、いつでもホテルは利用していいんやね。さ、トロッコンも帰ろう。僕が送っていこうじゃないか。あ、たまたまあったトロッコン、これは。明日は燃えるよ。なんか、歩き方かわいいね、トロッコン。兄貴が言っていたぞ。カブさんに勝てなくて諦めるジムチャレンジャーが多いって。よし、俺も燃えてきたぞ。頑張っていこうか。次はあの人か。ホテルスボミーンに泊まりましょう。久々のスボミーン。一周してきたってことか、じゃあ。さっきのトロッコンだけど、お前ポケジョブって知ってる？あー、なんかロトム、ポケモンセンターによるロトムのとこでなんかあったよね。よくわからんけど。しょうがねえな。これが教えてやるぞ。確か兄貴のノートにはこう書いてあったな。会社とかからのお願いをポケモンに手伝ってもらうんだよ。ポケモンセンターにあるロトミで受け付けられるぞ。ポケモンの仕事？この先はエンジンシティ、ホテルスボミインで休むか。明日は炎のジムリーダー、カブさんに挑戦だぞ。頑張っていこう。ポケモンが仕事をするのか。こちらエンジンシティ外れ。お、アイテムが落ちとる。お守り小判、持たせたポケモンが後ろでも戦闘に顔を出すとお金が2倍もらえる。これ結構活用しよった、私昔。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、まあ、ぐるっと回ってきて、エンジンシティに戻ってきたと。で、次はカブさん。炎の炎タイプか。意見、岩、地面、水。その辺を、一応この道中でパワーアップできたかなって感じやけん、使っていこう。